このように菜の花畑もですね、小橋だけではなくて小橋外の方にも随分知られるようになりました。もう一つそれを申しますと JR ウォーキング、今年も本当にたくさんの方がそれこそ小林から数珠つなぎでどんどん、武将落ちに来ておられます。熊野神社まで行って帰りに来ます。今日心配しました天気もですね、大丈夫というようでございます。そして、まあ、会場に私小野高校におるんですが、ちょっといろんな、これになんで津軽三味線の伴奏なのっていう曲がたくさんあります。で今から演奏しますのはヘバナっていう曲なんです。で青森の言葉でじゃあねさよならっていう曲です。
一曲して終わりますということはございません。もう一つ、曲がですね、のれっていう、空を見上げて大気を蹴って山は強く光は流れて、残念ながらあれだけアピールあったんで。
たがでもあれだよね、ばあちゃん買ったの。そうよ、お持ち帰りって言うけど、お持ち帰り買ったから終わりそうですか。どれでも知ったら、出ますよ。はい。はい。あ、いいね、いいね、チャンス。本当にそんないいですか？あ、いいね、いいね、ちょっと待って待って。待って待って。すごい、人気ダンスが黄色見せた方がいい。わあ。あ、ちょっと待って、ポートで。まだやってるね。するのわかるんですけど、できない子にやらせた。4,000円、6,000円、4,200円。 あ、じゃあ、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 あ、じ